今日はですね、ベースインパクトというちょっとこう練り状のですねファンデーションがありまして、この練り状のファンデーションを使った状態でやります。軽く 1,2,3,4 とこういうふうに取っていきます。結構練り状なんで意外とねよく取れますね。でこれをちょっと肌でこの自分の皮膚でなじまします。はい。でまず頬の中心にスポンジを置いて、そしたらちょっと引き上げる感じでスッスッと上に持ち上げる感じ、こういうふうに入れていきます。スポンジは本当に滑らす感じで十分軽くつけていけますからね。はい。そして細かいところはスポンジをつまんで小鼻の方とか口元は中に入れていきます。顎先、それから鼻筋、額の方は扇状に上に持ち上げる感じ、そして眉の上、目の上上げてください。はい。目の上も目の下も軽くつけていきます。はい。見てください。ちょっと前向いてください。だいぶちょっとカバー入った、分かりますかね。今の本当に軽くやりました。でこれカバー力があるのでスポンジをプッシュしてこのカバーをもう少ししたいところにプッシュします。これでよりですねカバー力がアップします、ね、結構これはカバー力ありながらね相当ですね艶やかな感じに仕上がっていきますんで、ちょっとね皮膚を少しこう持ち上げる感じにしてあげるといいですね。こういう感じね、スッスッスッ、そして鼻筋も入れて、細かいところはくるくるくるっとスポンジをつまんでくるくるくるっと回していく感じですね。口元、顎先、これでまず軽く入れました。はい、分かりますかね。そして少し押さえておきたいところをプッシュします。よりカバー力がアップします。はい、こちらで何もついていない方のスポンジでムラになっていないかを確認しながらなじましてあげます。結構艶やかな感じのファンデーションね。ですごくカバー力もあるので、これあのベースインパクトファンデーションと覚えておいてください。かなりね、本当にインパクトのあるね、しかもすごくカバー力があって艶やかな感じになります。カバー力があるファンデーションほどどちらかというとなんかこう厚ぼったくなったりですね、なかなか艶が出なかったりします。でこのファンデーションの特徴は、口紅のグロスの成分の油オイルをですね配合して、しかもパールの効いた粉体を2種類ほど配合してます。そしてこう配合の比率をすごく考えてね、で化粧崩れのしないようなすごい絶妙なね配合のパターンに作ってるので、1時間2時間こうファンデーションをつけた後の方が艶やかな感じになってきます。これ今つけたばっかりね。でここに、もう一つカバー力をまだ高めたいということで、今回はこちらの製品ですね。はい、シルキーエフェクトプレストパウダーというこちらのパウダーを最後に仕上げに持っていきます。でこちらも、パフにですね軽くなじまして取ります。取りますね。そしてパフをよく揉んで手の上でなじませます。その後つけていきたいところは小鼻のこの皮脂が出やすいところ、小鼻のあたりから頬の中心に向かう、そして全体的に E ゾーン、顎先、ファンデーションにこうフィックスするような形でこのプレストパウダーを少しこう押さえ込む感じですね。そうするとよりカバー力が増して、しかも今はちょっとこうハーフマットね、
先ほどのこのツヤを少しこう抑えた感じになってますんで、ちょっと見ていただいたら分かりますけど、ちょっとハーフマットな感じになってますね。お粉がついた感じ分かりますよね。でこれも今はこんな状態だけど、1、2時間経つと相当ですね、またツヤっぽくなってきます。カシスローズ04番というのを使っていきましょう。このチークを使って血色を上げます。チークのブラシはできるだけ軽く、何度も何度もこうブラッシングすることによって、こうムラなくね、しかもこうグラデーションがねできますから、本当に軽くこう滑らせる感じです、チークね。で顎先にも軽く、目のアイホールにも軽く、で額のトップにも軽くつきます。はい、どうぞ見てください。結構これでだいぶ血色上がってちゃうね。チークが張りとよるこのベースメイクの艶やかさっていうのがね、見えてもらえるかなと思います。こういう系統のこうヘアをしてるときに、どっちかというとこういう色味を使いがちなんですね。別に間違いではないんですけどね。でここにポイントとして、ちょっとやっぱり赤みをプラスするっていう意味では、こういったね色味のこのパウダーを使ってですね、眉を作って山からまずシュッと目尻のこのカーブに合わせてね、平行にスッと入れます。その後返して眉頭の方向に向いて持っていきます。はい、結構少し赤みがあるね。山から眉頭の方に向いて入れて、はい、OK、一瞬で眉をある程度のイメージを作ります。でこの後ですね、この赤みのこの色、この色を少しこういうブラシでぼかして、眉の上に柔らかいニュアンスをつけたいので、軽く色味を足していきます。そして眉頭の方に向いてもグラデーションして、ノーズシャドウを少し作るような感じね。そうすると次に入るアイメイクの色味との色がですね、調和されます。はい、こんな感じ。随分赤みがねプラスされたんじゃないでしょうかね。はい、秋のイメージで少しこのレンガの色、レンガ色、こんな感じの色をね入れていきます。ナリスビータの04番、まず練りの下地を入れます。はい、上向いてください。ちょっと目頭の方にも軽く入れます。ちょっと見てください。入りましたかね。はい、この赤みをプラスしていきます。はい、目閉じて。これ結構色発色しますから、こういうあのブレンドブラシみたいな感じで軽くですね、グラデーションしながら上つけていく方が失敗しにくいですね。上にグラデーションしていきます。はい、ちょっとライブ配信までちょっと多めにつけていかないと色が分かりにくいかな。はい、上向いてください。で目の下、目尻3分の1ぐらいを軽く浮かしていきます。はい、
まあ、ちょっと。で目尻から目尻の下から上にこう歌詞をねグラデーションをちょうどこう調整させる。そうすると目尻側が立体的によく見えますね。いい感じかな。はい、02番というのを今度つけていこうかな。これで今、アイメイクはですね、マスカラとリキッドラインは塗ってないですね。はい、あとここに目元を強調するのに、まあ、リキッド入れるとかマスカラ入れるとか考えていくということでございますけども、意外とねアイシャドウの、レンガ色、この色をねちょっとかなり仕込んでるんで、これだけでもちょっと秋っぽい雰囲気ニュアンスが出ながらかなり引き締まってるんじゃないかなという感じですね。うん、